ログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。キリト君で今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、 ALO アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月、この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔でね。ひどいまい。さあ、いつまでもこんな遠くから見てないで、早くあそこまで飛んで行こうよ。ああ、行こうリーファ。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。ようやく出てこられましたよパパ。ううん、後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ、ここは新エリアの。はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく、つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとうユイ。さてお兄ちゃん、ここで新しい ALO のプレイ方法をおさらいしておかない？ああ、そうするよ。そうだね、何事も基本が大事だからね。では私から説明させてもらいます。よく聞いていてくださいね。First time playing this game, y'all. So bear with me if I suck. Thank you.
this on. してるよ。
し、燃えてきた。これで決めてやる。巡回が終わったか。どうだった？待望の新エリアの感想は。ああ、すっごく面白いな、これは。そう言うと思った。まあ、私も同じ気持ちだけどね。これからの攻略も楽しみだね。 Hey, Craigie.それじゃあおさらいも終わったことだし、そろそろ町に行ってみようよ。ああ、そうだな。天井門はどこだろう。パパ、こういう時はマーカーを使うんです。マーカー？そんなものあったっけ。スバルト・アールブヘイムが実装された時に配られたマニュアルに記載されてましたよ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか。はい、わかりました。なるほど、このマーカーが指している方向に行けば天井門にたどり着けるってわけだね。これはか、ああ、そうだな。活用できれば攻略に役立ちそうだ。Oh, jeez, I hate flying.
It is not a fly, you dodo. It's a fairy. He's a fairy. では、天衣門について説明します。Craig called Kirito a fly. Jabril's a dumbass. I just play. Oh, this is Svartalf Alvheim's city. やっぱり初めての町に降り立つとワクワクするよね。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん、酒場や闘技場などもあるようですね。そうなんだ。後で回ってみるか。あ、パパ、少しいいですか？システムが一部アップデートされています。既存の ALO の街中と違い、この新エリアの街の中では飛行できません。そうか、新エリアの街はそもそも ALO 本土とシステムの仕組みが違うみたいだな。はい、ですが今回のバージョンアップではシステムのアップデートはもちろん、新しいダンジョンやクエストも多数追加されています。高難度、それだけ遊び応えがある、攻略しがいがあるってことだな。Oh, there's Asuna. What? Asuna たちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。Ouch. I hate being in a small space.仕方ないですよ、リズさん。キリトさんが待ちきれるわけないじゃないですか。セシリア、ほんとあんたって欲望に忠実というか、団体行動を乱すわよね。まあそれがあんたらしいっちゃあんたらしいけど。ここ数日キリト君ずっとそわそわしてたもんね。それだけ楽しみだったってことでしょ。ヤッホー、キリト、相変わらず元気そうだね。キリト、相変わらず早いね。私たちを置いていかないでよ。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れてないか。クライン、ウェギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも酔狂なもんだよな。
あれだけの目に遭っておきながらこうしてまたこの世界に来ちまってる。そうだね、アインクラッドで2年以上も戦い続けてきて、またみんなでこうして集まれるだなんて、なんだか不思議な気分。ああ、俺たちはあの場所でいろいろなことを経験し、さまざまなことを教わった。あの時生まれた絆があるからこそ、またみんな一緒にここに立っていられるんだと思う。どうしたよキリト、hey, Greg, なんだか黄昏てるじゃねえか。 Can I add it to the call when I do?すなよ。さあそろそろ行こう。もうたくさんのプレイヤーたちがこの新エリアに挑戦してるはずだ。ナイジー、 Use the answer the phone. Craig, Anna, Craig, you need to answer your phone. Answer your phone for real, Craig. 腕が鳴るわね。どんな新しいお宝が眠ってるのかな、楽しみだよ。さあ新しい素材を見つけるわよ。俺も新商品をどんどん仕入れるぜ。ディナ頑張ろうね。 Stop watching you, Dodo.おうよ、俺もかっこいいとこ見せてやるぜ。データの分析は任せてください。私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合い入ってる。私も負けてられ、行こうキリト君。ああ、スバルト・アルブヘイム攻略開始。So does it pause your stream when you're, when it does the theme song? Cause that's what it just did. Mm-hmm. Cause it said a block, cause it said block scene.霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。トフィーアーン、フェリーズ・ミスカイ。いや、それ以上に今となっては価値を持つ名前、キリト。こういう2022年 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた、ソードアートオンライン。それは五感を全てシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし開発統括の茅場明彦は、ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール
現実の死という絶対的なルールのもとで、プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後ようやく退院することとなった。新エリアに上陸したわけだけど、さてこれからどうしようか。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど、何かいいクエストはありますかね。それならもってこいのやつがあるわよ。うん、手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ。フィールドに出て天井門から北東にあるダンジョンと、もう一つあるみたいだ。それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。さてこっちのパーティーの目的地は天井門から北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。グリーンカムビ、金冠のオンドリ亭でできますよ。早速行ってみましょう。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ。できませんが、一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは、毎回この宿屋で行うシステムになっています。今回パパが編成できるのはパパとママ、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。
頑張るわね。任せておいて。よし、俺の出番だな。これでいいか？バッチリです。準備ができたら天衣門から出発しましょう。ああ、行こうか。この先は居住区です。特に用事はありませんね。ここはグリトニルの塔。普段はギルドマスターや各種族の調整中で入れないみたいです。ここはエインヘリアル。休憩できるだけじゃなく、クエストを受注することもできます。どう？欲しいものはありそう？またいつでもおいでよ。冒険に出かけますか？